うまくいくといいな。なかなかうまくいかんのよね、紹介最近。最近って最後いつかちょっと忘れたけど。あ、もう無理そほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速マンション見てこう。最近ずっとこの始まってすぐの電話がないけんさ、いや、あったらあったらちょっと鬱陶しいなって思いよってんやけどやっぱなかったらね、ちょっと寂しくなってくるよね。え、めっちゃ燃えてる。ここか。え、ここはここで別、こっちってこと。え、なんかもう一箇所あるな。ここだ。え、ってことは、え、でもあれか。なんか3組中、組っていうか、うん、一人は、別に怒ってはなさそうやったけん。ごめんなさい。なんかそれでそんなに怒りおるみたいな感じに見える。うんうん、あっちも燃えてた。見た。まあまあ落ち着けよ。ですよね。今はどうしようもなさそうです。まあじゃあとりあえず。ガムでも噛んで落ち着け。いただきます。どうぞどうぞ。あ、親友は済むなんか。怖いよー。笑いながら怒ってるよー。竹中さん的な感じね。そして、ここね。まさに今喧嘩中の、あずさちゃん。おい、落ち着け落ち着け。どうした？あ、見てたよ。まさに今仲直りして。ふんふん。あ、でも好物系出てないんか。好物は出てるけど、大好物、超大好物が出てないんだな。いちごどうぞ。はいはい、どうすか。すごく美味しかった。よかったよかった。うんうん、いってらっしゃい。よかった、ちゃんと落ち着いてくれた、いちごで。でも向こうの機嫌がね落ち着いてるかどうか、まだなんかプンプンしてますけど。どうや。あ、よかった。ちゃんと仲直りできたね。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったです。うんうん。これもあげます。なんでしょう。実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。そう、まだ火曜日なんよね。遅くない？めちゃくちゃ遅くない？いやー、なんだろうな。特に深夜とかね、働きよったらマジで、時間の感覚が、時間っていうか、日付の感覚が、わからなくなるんだな。出勤した時と帰る時で、日にち違うもんね。いやー、燃えてるよ、二人とも。あれ？もう一人は？もう一人、クマちゃんじゃなかったっけ？確か。え、違った？様子見てみよう、一旦。あ、ほらほら、やっぱクマちゃんやね。こっちも。ほうほう。チャラいな、格好。アスムの格好がチャラいな、どうした？ちょ、クマちゃんお呼び出しします。ごめんね、ラブラブなところ。俺たちに興味なくなったんですか？そんなことないです。ユナのそっくりさん。ちょっと開く頻度が少なくはなったかもしれないけども。お、紹介？と思うのですが。久々の、やった。兄ちゃんとくっつけるのはどう思いますか？ふんふんふん、いいと思います。それでは二人も合わせてみます。うまくいくといいな。なかなかうまくいかんのよね、紹介最近。最近って最後いつかちょっと忘れたけど。あ、もう無理そう。
ダメだ、うん、もうなんか最初の愛想笑いで終わったダメだわ、ほら何にも楽しくなさそうやもん。もうあれよね、第一印象でああこの人無理かもって思った人と一日遊園地に寄るのきつえ、でも楽しそうよ、ちょっと打ち解けてきたよ。なんかあれよね、最終的な結果こういうなんか過程も踏まえて出してほしいよね。ありがとう。あ、でもそういう過程を踏まえとるけんこそ友達からみたいなんがあるんかな。全くダメそうだな今回のは全くダメそうだな。まずは友達から始めるようです。あ、マジで友達からなんや。それにしてはめちゃくちゃあっさりしとったけど、でも友達からお願いしますって言って発展することってそうそうない気がするんよね。うん、知らんけど。友達からお願いしますって人生で言ったことないけんよくわからんのよね。もともと友達から好きになるとかならあるかもしれんけど、告白され、まあ今のは告白されたわけではないか。よし、あ、アスマの方をお呼び出しします。あ、でも割とみんなチャラい格好しとるか。今の集まり。とっても久しぶりですね。お久しぶり。たっくんとゆうやが喧嘩もしたから。あー、そうなんよ、そこそこ。あ、そっか、親友やけん仲直りさせて。私に任せてください。いけいけ。ね、あの首から下げとる89っていう数字は何の意味があるの？何の 89? 大丈夫か、仲直りさせれるのか。おう、え、あ、よかったこの仲直りする時の音楽さ、めちゃくちゃなんかあっさりじゃない？そんなみたいな。仲直りさせることができました。仲直りさせた側はなんかちゃんとした音楽なんやけどな下側すごいあっさりしすぎて。実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。仲直りしてよかったよ、あの二人が。え、えら、現実のアスムはエコバッグなんか持ってないけどな。エコバッグねー。え、ちょっと接客しようと思うんやけどさ、エコバッグなんか一回買ったら永遠にそれ使いうる人結構おるよね。さすがに汚れたら買い替えた方がいいんじゃないかなって思うんやけど。めっちゃ思うんやけど。なんかね、自分で詰めるんならまだあれやけど、たまにこう詰めてほしいっていうお客さんとかおるわけよね。え、別に詰めてほしい全然いいんやけど、全然いいけどベタベタしとったら嫌やん。いやー、たまにね、いらっしゃるのよ、そういうエコバッグ。あとなんかずーっとね、スーパーの袋持ってきよる人、それもね、エコバッグ以上にベタベタするけん。はい、工房ちゃん。遊んでください。ちょ、いろいろ周り整えようや。遊びましょう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタートー。第1問。ででん。プリン、プリン、プリン。イエーイ。私はカラメル部分があまり好きではない。第2問。ででん。え、何これ？とんかつ？ソース部分か？よし。よし。最終問題。ででん。クリスタル。なんとなく。よし。やったね。小さい頃こういう感じの石とかすごい好きやった。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。じゃあ一番小さいので。お宝、木のスプーンをもらいました。ありがとう。まあ今の中では個人的には一番良かったかな。ブラウン管テレビもらっても困るし。おむつ渡されてもって感じやしね。お子様ランチ、どうぞ。
え、でもお子様ランチって大人になっても美味しそうに見えるよ。そもそも私がいつまでも子供向けのものが好きな、好きやけん、あれなんかもしれんけど。でもなんかあるよね。大人のお子様ランチみたいなメニューあるとこ、あることない？え、実際に見たことはないんやけど、テレビとかで紹介されるの見たことある。サボテンの T シャツ。どうぞ。まあまあ気に入った。よしよし。さあ、そして、え、帽子かぶろう、チューリップハット。どうぞ。チューリップハットかぶっとる人ってさ、テレビでしか見たことないんやけど。気に入らんかった？なんかね、ちょっと何なんやろな。おじさんがかぶっとるイメージがめちゃくちゃある。あとなんかちょっと変わった感じの大学生みたいな。わかる？なんかテレビで見たらおしゃれなんかもしれんけど、なんかリアルにその辺におったらちょっと、あの人変わっとるよね、みたいな奇抜な格好の人。いい感じ？うんうん、よかったよかった。一気に物が増えたね。見ていきましょう。いや、綺麗なキッチンっていいよね。すごい思うもん、なんか。なんて言うんやろ。なんか、地元の番組でさ、住宅をひたすら紹介していく番組があるんやけど、結構好きなんよね。大事にしてください。人が住んでるとことかじゃなくて、売り寄る物件の紹介をしよる番組みたいな。めっちゃ楽しいんよね。いいなーって思いながらすごい見よる。引っ越したばっかりだけども。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。でもいいなって思った物件でもさ、最終的に自分がそこに住んで、なんか日常感が出たら、あっという間になんか、いいなと思う物件ではなくなるんよね、急激に。わかる？引っ越し中ウキウキするんやけどね。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。拾おうって思ってもなんか、自分たちの荷物持って引っ越してったら結局なんか、ねえ、荷物多いなーってなるし。そしてミニニュース見てこう。お願いします。ショック事件。ほうほう。ショック事件って何？なんか全然私の記憶にない事件なんやけど。でもさすがに今ここでね、そんなことに使うな。今ここで新規のニュースさすがにないよね。あんまり出てくる頻度のない事件っていうかニュースなんかな。お、夜市やん、見てこう。お客さん、運試ししてみない？はい、買いましょう。いらっしゃい。毎度あり。福袋を買いました。はい、それじゃあ一つ目の中身。おまる。お宝おまるが入っていました。かわいいけど。そして二つ目。おお、お宝高そうな壺が入っていました。まあ、でもね、高そうなだけやけん。てか、重そう。え、三つ目。福袋買った時点でわかるよね、あれ。帽子。耳当て付き帽子が入っていました。また来てね。ぜひぜひ。あ、女子会開催中や。めっちゃ見てみたい。どういう。あ、それ聞いたことある。ホテルのアメニティ型？どういう。なんで今シーンってなったん？お、お。ロックスケ誰だろう？多分子供なんだろうけど。ちょっと待って。もう最近髪型が決まらなくて。ちょっと待ってってなんで終わったん？そこから意見が出てくるはずやろ。はい、それじゃあ、
今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。多分まだ結構ね、部屋が整ってない子供おると思うけん、ちょっとずつ整えていこう